ンさん、やばいですよ。闇バンビとかバンコとか次々新キャラクターが現れて、どんどん僕たちの影薄れてますよ。実写化動画の本数も減ってきて、いよいよ何 YouTuber か分かりませんよ。たぶよ、このままじゃバンさんの印象どんどん薄くなってくからね。これまあでも再生数伸びるからな、しょうがねえか。銀魂動画もこのチャンネルの一時代を築き上げたけどよ、今じゃ言って再生数5万だもんな。そりゃ闇バンビだなんだ出てくるに決まってるわ。バンさん、このままじゃ銀魂実写化もやらなくなりますよ。何か対策を打たないと。そうだな。とりあえずあれじゃね、端っこに橋本環奈の写真ずっと載せとけば再生数上がるんじゃね。 VAMBI、 どうもバンビです。はい、ということで早速銀魂実写化始まるよ。惜しかったバンパチ先生。チース。ってことで早速今日も始めていくか。ペンネームなでしこジャパンってなんかエロくね、さんからです。アニメや漫画に絵の描写は映っていないけど、かぐらのセリフで美味しかったあるあのスコンブ丼というセリフがあります。ということで今日は実際にそのスコンブ丼を作ってぜひ食べてみてください。お願いします。ということです。はい、ということで本日の動画は銀魂実写化、かぐらの大好きなスコンブ丼やってまいりました。神楽飯、さっきも言ったんですけども、こちらの料理ね、アニメや漫画でもね、絵の描写は出てないんですよ。神楽のセリフで美味しかったるあのスコンブ丼っていうセリフはあるんですけども、絵の描写がないんでね。けど土方スペシャルとか宇治銀時丼とか見たら分かる通り、もうとりあえずね載せただけなんですよ、どうせ。なので、ね、今回もねスコンブをねどっさり丼に載せてね食べてみたら、果たしてどんな味がするのか試していきたいと思います。ってことで今回使う商品はこちら、こちらを使っていきます。見てください、スコンブ1カートン買った人ね、この世にいないんじゃないでしょうか。もうスーパーのおばちゃんもびっくりしてたもん。これカートンごと買うんですかみたいな、1個ずつでも買えますよみたいな、まるで俺1個ずつ買えることを知らないやつみたいな、なわけあるかポケ、コストコか、コストコかここはって感じですよ。1個ずつ買えることくらい知ってるっていうの。ってことで早速作っていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。よ、今日も作るか、作るっていうか載せるかっていうか全然関係ないんだけど、こないだ帽子かぶって撮影してたら、なんで家の中で帽子かぶってるんですか、ハゲてるんですかって聞いてきたやつがいるんだけど、ハゲてねえよハゲ。じゃあ質問です、君たちはなぜ家の中にいるのにパンツを履いてるんですか。それと同じだろ、何かをするのに明確な理由なんていらねえんだよ、いちいち突っかかってくんな、暇人ですかこの野郎。そして大体こういう話をすると、え、私家だと履いてないとかいう女子が出てくるんだよな、コメント欄に。それはそれでありがとうございます。中学生が半立ちする前に料理すっか。はい、ということで早速作っていきます。まずはご飯をチンします。そしたらご飯を器にドーン、スコンプドーン、完成です。マソです、スコンプ丼です。見てください、丼の上に存在するのはスコンブ、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 スのコンテスト略してブスコーン。早速いただきましょう。はい、では早速いただきます。さあ早速どんな味なのか。これもうね、匂いからしてね結構えぐい、もうねパイスーな匂いがしてる、酸っぱいパイスー的な。ご飯が見えないんだから、ご飯が見えないんだから、もうとりあえずでもね、ご飯とスコンブね一緒にいきたいと思います。では早速うまし勝て。湿気で昆布が変な弾力を増してて、なんかもうラグビー部の靴下食べてるみたい。これ土方スペシャルよりもね酸っぱいかもしんない。ちょっと待って、うわー臭い、酸っぱい。これマヨネーズの酸っぱさってね、まだいい方よ。この昆布、昆布の酸っぱさって言ったらもうね臭いんだから。ちょもう一回ご飯と言っています。うわー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 、こうなったら昆布だけでいくしかねえ。ご飯との相性は皆無ならば、ソロで攻める。
もう銀玉の丼の中でね一番まずい、もうそれぐらいねまずい。マヨネーズとか小豆とかねまだいいんですよ。もうこれねしっかり噛まないと食べれないんですよ。まあ、かぐらちゃん命出せっていう人はぜひ作って食べてみてください。はい、ということでまだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またな。だけど YouTuber も楽じゃねえな。